ここにゲームに関する謎や疑問をあらゆる手段を駆使して徹底検証する秘密機関が存在する。そう、それが我らのウェーブ研究所。今日の検証内容はこちら、はい、本物の職人は職業系ゲームがうまいのか。え、どういうことですか？これはね、はい、本物の職人さんは職業系ゲームがうまいのか、それとも下手なのかってことだね。理解できた？はい。なら聞くなよ。分かってんじゃないか、最初からってこっぱがやろうって言うのもね。じゃあ研究するからには今日のテーマを掴んどいてもらおう。はい。今日のテーマはな、細かく言うとな、はい、こういうことだ。今やシミュレーションゲームの主流は職業系ゲーム。ブームのきっかけとなった電車で GO や東京バスガイドをはじめ、いずれも操作方法などがリアルに再現されたショットも人気が高い。中でも今回ウェーブ研究所が注目したのはこちら。パワーショベルに乗ろう。総合研究メーカー小松の協力を得て完成した台東のパワーショベルに乗ろうは、全ての操作が実物同様のリアルさで体感できるという。ならば本物の職人さんもきっとこのゲームがうまいはず。という実験に協力していただくのは、株式会社白石の皆さんです。よろしくお願いします。パワーショベルを扱うようなゲームが出てるってことはご存知でしたか？いや、私全く。今回のこの話で初めて。いや、初めて。今日いるメンバーの中で結構こいつはうちのこの中でもうまいぞ。うちで一番うまいのは彼が一番うまい。それじゃあですね、まず本物のパワーショベルの腕前をちょっと俺たち素人に見せてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゲーム業界最新のトピックス、トピックスニュースエキスプレス。今週のトピックスはこの3つ。まずはテレビゲームの展覧会に行ってきました。はい、じゃあ吉野若葉です。今日はですね、テレビゲームの歴史が一目でわかるというビットジェネレーション2000テレビゲーム展にやってまいりました。テレビゲームのことを知っている人も知らない人も、今日はですね、しっかり勉強してください。ズバリ、テレビゲームとは何かをテーマに掲げたこの催し。テレビゲームの誕生から現在まで、その歴史が一目でわかるのだ。まずはアトムからビットへ。まずこれは何なんでしょう、一体。これはポンっていうゲームで、はい、向こうに見えるのが普通に卓球台なんですけども、はい、テレビゲームの中で再現するとどうなるかと考えて作ったゲームです。ですからテレビゲームっていうと何か特別なような気がしますけれども、もともとはみんながよく知っているものをテレビの中でやってみようっていう試みから生まれてきたことがこれでわかると思うんですね。そしてドットからポリゴンへ。このコーナーはコンピューターの技術の進歩によって、ゲームの中のキャラクターがどのような描かれ方をしてきたかというのを視覚的に比べてもらうコーナーです。一番端にあるのが8ビットのファミコンで描かれていたマリオです。最初の初代マリオですよね。はい、で2番目が16ビットのスーパーファミコンの時のマリオですね。で今は64ビットのマリオで 3D の形になっているわけです。すごい見やすくなりましたね。ゲーム機っていうのはその機械の進歩との関連性がありますので、この辺りをそのキャラクターを使ってその進歩というのを持っているわけです。ゲーム機の歴史もよくわかる。ここに並んでるゲーム、知らないものとかいっぱいあるんですけど、まずこれは何なんでしょう？これはコンピュータースペースって言って、世界で最初に商業用に作られたテレビゲームです。それが1971年ですから、テレビゲームの歴史は30年しかないわけですね。ああ、そうですか。30年。他の文化から比べたら短いような気もしますけども、その間の技術の進歩はすごいと思いますけど。そうですよね。こちらは周辺機器やコントローラーがどのように進化したかを展示したコーナー。昔遊んだ懐かしいレアアイテムもいっぱい。なんと偉大なクリエイターの業績を紹介するコーナーも。ゲームファンでも知らないような濃い情報も超充実。そしてゲームが与えた影響や社会現象の紹介も。ゲームがどんどん身近になったのを実感することもできるのだ。今日はテレビゲームの歴史に触れられてとっても勉強になりました。興味がある方はぜひ一度遊びに来てみてはいかがでしょうか。
それでは今日はこの辺で、うっちゃーん。 PS2 にモーニング娘が登場。スペースヴィーナスはモーニング娘が登場する PS2 専用の音楽映像ソフト。歌って踊るモーニング娘を360度好きな角度で見られたり、お好みのメンバーだけを追いかけたりと、自分だけの映像が楽しめるのだ。最後は今週発売のおすすめソフト。まずは WTC ワールドツーリングカーチャンピオンシップ。チューンナップマシーンで世界有数のコースを駆け抜けるレースゲーム。ライバルの車は全て人工知能を搭載。本物のレーサーと対戦しているようなリアルな緊張感が味わえる。続いてはスマッシュコートの第3弾。今回次々に課題をクリアしていくミッションモードが新登場。モンスターを狙うゲームやボールが次元爆弾のゲームもあって、遊びのバリエーションも広がったのだ。ゲーム。トリコロールクライシスは3人の女の子の日常生活を見守りながら魔法使いに育てていく RPG。 主人公の決定や交代はプレイヤーの思いのまま。共に戦うしもべを育て、力を合わせて敵を倒そう。そしてこちらが人気アーケードゲームの移植作、マーズマトリックス。今回敵の配置を変更できるモードが登場。ショットボタンの押し方で変化する3種類の攻撃を使い分け、敵の攻撃から身を守るのだ。ロボットに好きなパーツを装備し、ハイスピードでバトルを繰り広げるカスタムロボに最新作が登場。ロボもパーツもいっぱい増えて、シナリオは前作の2倍以上。4人バトルも加わって、さらに対戦は熱くなるのだ。最後はテイルズの最新作。制服を着ることで特技が変わるなりきり師を目指し、主人公を育てていくのだ。入るたびに変化するダンジョンはお楽しみが盛りだくさん。驚きや懐かしい顔が待っているぞ。この番組はエンターブレイン、任天堂とご覧のスポンサーの提供でお送りします。ケロケロ、うん、ケロケロキング、プレイステーションで遊べるよ。メディアファクトリーモーニング娘。トレーディングカード、スイートモーニングカード2発売決定。今予約すると特典カードとオリジナルバッジが手に入る。締め切りは11月30日。今すぐご予約を。メディアファクトリーファミ通、超最新情報をどこよりも早く鬼武者。いよいよ発売直前、テールズ・オブ・エターニア。これであなたもゲーム2、20世紀ゲーム業界ミュージアム、ファミ通 .com も情報発信中。本物の職人さんがプレイしたら一体どうなるのか。まずは実際の腕前を拝見。直径6センチのコーラの缶を使って実験してみることに。わあ、うまいでしょ。潰れましたよ。糸も簡単でも、あれだけ割とソフトにプスッて潰れて、全然あの大きさで優しいタッチでしたよね。優しいんですかね、あの機械は。そう、結構意外にでかいやつは優しいんですよ。そうです、でかいやつは優しいし火星方形です。そうですよね。だからこれはもう間違いなくあいつも火星方形だと思いますけど素晴らしい。これだけで言って驚いちゃいけないんだよ。缶をどこに乗せちゃうんですか。頭の上に。なんとですね、伊藤ちゃんの頭の上に缶を置いて。本当なんだって。お前たちこれ目つぶって立ってるだけで、頭の上に缶を置いて、またあれがソフトにパッ。そうしたら
びしゃぐらいはしょうがないだろ。菊池さん以外の人がやったら頭がびしゃっていっちゃうんだから、それ菊池さんだったらちゃんとコーラだけいくんだから、それやっといた方が得だって。本当に、まあ、本当だよ。本当ですか。ほらほら見てかっこいいよ。信用しますよ。もう俺がお尻を貸したいもん今の。このこれでもう思わず。まあ伊藤があまりにビビってるのでですね、はい、あのリハーサルでちゃんと安全だってことを見せることにしましたので。あれ、エリカですよ。そう、伊藤ちゃん人形だから。あそこに本番は伊藤ちゃんが立てばいい。ちょっと待ってよ、ね、あれでブシャって行っちゃったらエリカどうするんですか。エリカもや行かない行かない、本当にソフトにカシャって行くだけだ。わかんないじゃないですか。だからそのためにリハーサルやってお前に勇気を出させてやろうって言うんじゃないか。じゃあいきなりいいんだぞ、いきなりあそこでも。無理です。それでは菊池さん、リハーサル開始です。よろしくお願いします。お願いします。さっき見たろ。見たよ。ケチさん、ケチさん、死んだんだけ、死んだんだけ、ケチさん。いや、本番は大丈夫だから。今のグシャっていたんですよ。たまにケチさんやっちゃうみたい。たまにって。いやいや、いよいよ実験に。はい。まあ、あのパワーショベルの本物の扱いのうまさも菊池さん完璧でしたから。これでですね、ゲームの方はどうなのかということで、台頭からですね、古川さん、よろしくお願いいたします。お願いします。でも実際の操作官には似せて作ってはいるわけでしょ。実際のパターンと一緒になってますね。だってあの本物作ってるのと同じ小松が監修してるんですもんね、はい、そうです。当然初めてですよね。見るのも初めて。存在を今日知ったんですもんね。挑戦していただくのは、10個の検定をクリアして一人前の職人さんを目指す月中免許体験王。通常初プレイの人では第一段階もクリアできないほど複雑な課題が設定されている。それでは開始です。まずはこれやっぱ難しいですね。倒して手前に倒して、なんと問題もなく、すごいちゃんと振動が伝わってくる。びっくりしますね。そうなんですよ、これ振動コントローラーなんですよね。そうですね。動かす勝手は一緒なんですか、割と。そうですね、今使ってる機械で一緒の動かし方なので。ね、はいはい。うわ、なんか何事もないようにやるぞ、スピッツさん。なんか動かし方が難しい。時間ないぞ、時間ない。あと8秒。うまい。ギリギリです。うまいですよ、すごい。そうなんですか、初めて、ええ、全くパワーショベルの経験がない人に比べたら全然うまいですよね。それはうまいですね。そうさすがプロの方って。100点ですよ。どんどん難しくなってきますからね。どんどん難しくなってきますからね。果たして菊池さんはどこまでクリアできるのか。浜さんヒカルのすげえいい話。若さんからすげえ盛り上がってきてですね、ああ映像はいくつかもう持ってくることができたんで、じゃあちょっと見せてもらいましょうか、はい、久々にビデオです。なんだよ、あ、わかった、ガンダム、ウルトラインタロ。なんかめちゃめちゃすぐわかるな。もう一応わかるな。コロニーのところですよね。すごい、こんな表示できるんですか。もうスーパーファミコンよりも下手すりゃ綺麗ですよね、これ。そうですね、綺麗だな、おい。あ、あれか、ケロリカン。ケロリカンですね。あのパラッパを作った松村さんですね、うん、音楽ゲームを作りましょうということで、作ったゲームですね。ちょっとね、画面首かしげちゃうんですけども、これ実はあの画面がこう斜めなんですよね。斜めに持ってやるゲームなんですよ。あともうなんていうのかな、まあ、ガンダムでガンダムファンとか、はいはい、あの FF でいわゆるそのコアなゲームファンとか真ん中のゲームファンとって、うん、あとその可愛かったりとかちょっと楽しそうだからやろうぐらいの人もこれあったりで、ちょっと網羅できそうですね。めちゃめちゃうまくまとめますね。その通りですよ。当たり前ですよ。僕は誰だと思ってるんですか。いや、今からかかってる男ですよ。サウンドノベル、あ、ありましたね、なんかあの怖いやつね、うん、あの辺がこうちょっとねカラーで、ええ、出てきてるんですよ。あのいくつかあのワンダーソー結構あのこの辺のゲームが支えたりするところがありました。あのね、サウンドノベルとかはね絶対ね正しいですよ、だってそのちょっとその、あの電車の中で文庫本読むぐらいのもう大きさじゃないですか。そうやって考えたらその出来のいいサウンドノベルはね、いいですよ。次の作品はですね、どんな風に前作から進化したか非常に興味があるんですけどもね。
軍兵、これ気になりますよね。気になるっていうかね、謎ですよ。どんな風に進化するのか、どうしてこれをカラーにするんだっていう感じ、ね、携帯電話でも入ってるやつありますからね。ねえ、それを考えるとどう通にするのかなっていうのがね。でもなんか聞いたら色同士で合わせたりもできるんでしょ、うん、あの今までの合わせ方の他に同じ色が重なるとさらに点が高いみたいのもできてるんですよね。あと背景がやっぱり綺麗になりましたね。ありましたね、日出関係。これぐらいが限界ですよ、ね、その限界でしょうね。これ最後ですね、ワイルドカードって言って何これ割とだからスクエアの作品キャラものが多かったんですけど、ワイルドカードってね、カードゲーム。これね、ロマンシングサガって覚えてらっしゃいますか、ね、はい、覚えてます。あれを作ったカーズさんがね、自分からオリジナルで作りたいって言ってね、作ったゲームなんですよ。これやっぱり通信対戦とかで、ね、機能的にはまだそんなに発表になってないんですけども、とりあえずこういうゲームが出るよぐらいまでが最新情報。これは春ですけどもね。へえ、質問、はい、これカラー用のソフトっていうのは、はい、古いワンダースワンではできるんですか、白黒で。できます。できるけど色がついてない。そうです、はい、ああ寂しいですね、色ついてないのね。そうですね、もうどうせ買い替えちゃった。友達の高島くんちがいつまで経っても仕事で、ね、今度は高島くんですか、彼はね、うちでね、ゴレンジャーを見ながら泣くんですよ。5人揃ってゴレンジャーってやると後ろボーンって爆発するでしょ、あれはカラー煙幕だから、赤レンジャーの後ろは赤い煙幕なんですよ、で高島くんはそれを知らないわけですよ。さすがに赤レンジャーが赤いのぐらいは知ってますけど、赤レンジャーの後ろの煙が赤いのを見て、うわー。64信じたい、仲間を信じたい、自分を信じたい。敵を倒し未来を開け、銃と剣で戦うアクションシューティング、任天堂64、罪と罰、星の継承者。ゲームは大満足の120分、やり込み魂ここに集結、やり込みゲーマー、究極テクニックの数々、エッジプレイ森田さんのコンテンツ、これだけ入って780円、ゲームウェーブ DVD。 エンターブレイン、戦いの地平へ。鋼鉄の獣たちが活躍した第二次世界大戦、その戦場の緊迫を実感できる戦車戦シミュレーション、パンツァーフロントビス。パワーショベルに乗ろうを本物の職人さんがプレイしたら一体どうなるのか。このゲームの体験が全くないにもかかわらず、菊池さんは第三編成までを軽々とクリア。続いて検定4、土砂の積み込みに挑む。もはや初プレイではクリア不可能なレベルなのだが、30秒、3回作ってください。はい、初めて重機乗る時は緊張します。うまい。古川さん、これいきなりでこういうわけいかないでしょ、なかなか。ああ、そうした、調子乗るタイプ、菊池さん調子乗るタイプ。2杯目当時何使ってますね。はい、2杯目、あ、でもうまいわ。さあ、でもこれ出しても残り10秒ですね。残り10秒でいくのが9秒、7、6、5秒前、4、3、2、菊池さん見せますね、これ菊池さんかっこいいですよ。いきなり最初のプレイでこんな行くもんなんて、行かないですね。行かないですよね。トラックにぶつけまくっても行かない。そうでしょ。驚くべき神業で検定5に突入した菊池さん、実際の現場作業同様気を抜かなければクリアできるはず。おかけいただいて、はい、そこそこいい感じ取れてますよ、いい感じ取れてますよ。最初の1杯目で、あ、こぼすなじゃないですか、こぼすな。 0.7トン、このペースだと4ハイペースですね。あ、少ない、少ない、この辺のすくい直しは、あ、これはもうなみなみいった、なみなみいった。あとはきちんと慎重に、あ、 1.45 と、これ4回いけば間違いないですね。そうですね、いいペース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 。相当なもんですよ、これ。あと1杯いくでしょ、あと1杯うまくすくえば。何か少ないか、
かなり真剣ですよ。え、これダメなんだろう。車庫入れが残ってました。え、車庫入れ砂を積んだ時点で安心してしまってましたね。砂積んでから車庫入れをしないと。車庫入れしなきゃダメじゃないですか。ダメじゃないですか。何やってんですか。ね、車庫入れはしてくれるもんと思ってましたよ、俺らは。そうですよね。何やってんすか。あんなにうまくいったのに。古川さんの感想としてはどうですか。もう初めてでここまで来られたんですから、かなりうまいと言えると思います。びっくりですよね。びっくり。以上、私、あの所長からの見解としては、はい、職人さんは職業ゲームもうまい。けど、お調子乗り。ちょっとちょこちょい。はい、という結果をもって以上、ウェブ研究所でした。今週は同性カップルからこんなおはがきが。お、いずれ結婚を考えている私たちの相性をバッチリ占えるようなソフトを教えてほしい。どうか私たちの愛の末一度来てください。よろしくお願いします。そうでね、石垣島のリリーは一体何してるかな、まあ、少ない寅さん知識からね一キャラ入れてみたりしつつ、うん、じゃあ行ってみようかい。いよいよ。あ、どうもどうも。二人が付き合ってどれぐらいなの。1年ちょっとぐらい。1年ちょっと、はい、きっかけはネットで。本当に。はい。それは一枚の間違いメールから始まったみたいな。なんかケツの痒くなるようなきっかけだね。なんかおじさんたちの世代にとっちゃ。本当にこう相性を調べようと思ったね。いいのがあんだこれね。相性倍速だ。覗かない覗かない。こちらがドラさん一押しの占いゲーム。これはすごいの。普通は64ビットとかでしょ、はい、89ビットだからほら。あ、これビットビットビットに変わったビット数で。あ、コンピューターで占ったらもう相当よ。はい、じゃあ彼氏か。76年。はい、11月。はい、11月。25日生まれ。はい、六白金星。これ、動物占いでいうとこのクワガタだこれね。占う相手彼女だ。はい、彼女何年生まれ。79年。はい、3月5日。おお、上がったり下がったり上がったり下がったり、これグッといって一番上まで上がるとものすごい相性がいいってことだ。はい、29。あ、どういうことです。いっぱいあの辺の虹みたいに出てたでしょ。ソフト間違えた。これ違う違う。これはね、あの違った。これほら見て、これ89年のやつだもん。古いもん、これこれ1989年。こんな古いのは、はい、どうかしてたわ。見ないで。なんか見ないで。これこそドラさん一押しの占いゲーム。ちかこさんの姿勢は七はね、司会の死にや元禄寿司の六な。ああ、これあのね、洗濯物占いでガーダーベルトだから。ああ、まあ、常識真面目を表すみたいな優しさもあるみたいな。何言ってん。優しいでしょ。優しいよな、優しいよな。常識、常識問題。よく仕事とかをしないことをサボると言いますが、このサボるの語源は何でしょう。ブブー、サボタージュ。常識ねえな、この人あんまり。なんかこういう赤っぱち青っぱちの知識は。まあそうなんだけども、まあ確かに出所はあそこなんだけどね。そうそう、相性、肝心なのは相性だからね。ほら、ちかこさんと友和くんの相性。頼む。なんかちょっと、来て、コービーか。モザイクかけろ、モザイクかけろ、これ。違う、ちゅうして。ちかこさんはとても優しく、神経質な友和くんとは最高の相性で。来たよ、これ。最高じゃないですか。これはすごいわ。ある意味2人が最高であることを忘れないためにもね、はい、このソフトは今すぐ買った方がいい。安くしとく。88,800円。これ買っていつもこうなんか2人が別れそうになったらこれ占いして最高なんて言っとけばいいわよ。はい、じゃあすみません、ありがとうございます。え、どういうこと、はい、それは。え、バッチリ相性が
分かります。もう分かっちゃったんだ。分かります。意味なくっても何度占っても同じだと思うんで。うん、君優しくないね。なんかさっき優しいって出てたけど意識じゃない。何言うんだあんた。何インチキとはなんだろう。本当に絶対このタイプが長続きしたことはねえんだよ俺の鍵が。これなんかカップルでテレビ出るようなやつだな。2週間後ぐらい連絡取るともう別れたりすんだよ。別れちゃいちくしょう。じゃあなこの野郎。信じたい。仲間を信じたい。自分を信じたい。敵を倒し未来を開け。銃と剣で戦うアクションシューティング。任天堂64。罪と罰、星の継承者。超最新情報をどこよりも早く鬼武者。いよいよ発売直前、テールザ・ウェイターニア。これで新たなゲーム2、20世紀ゲーム業界ミュージアム、ファミツ .com を情報発信中。エンターブレイン RPG 作ろうぜ。キャラクターを作り、マップを配置、バトルだって簡単。 RPG 作る方、君にもできる。初回特典付き、目指せ1000万円。この番組はエンターブレイン、任天堂とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここで耳寄りなお知らせ。ファミツー G ミュージックよりゼルダの伝説ムジナの仮面とエターナルアルカディアのサウンドトラックをセットで3名の方にプレゼント。それだけじゃない。メディアファクトリーよりリッチレーサー5オフィシャルブートレック CD with DVD とソウルキャリバートレーディングカード5パックをそれぞれ5名の方にプレゼント。イエーイ。さて次週は話題のボードゲーム天空のレストランを大特集。さらに今週もファミ通より攻略本エターナルアルカディアベストナビゲーションガイドとそのソフトをセットにして5名の方にプレゼントします。そして番組特製クオカードプレゼント。全国加盟店 HMV でもご利用いただけるこのクオカードを10名の方にプレゼントします。番組の最後は人気ゲームトップ。プレゼントの宛先はこちら。また来週。